どうもフィッシャーシルクです。元木です。ドッキリです。よっと、ドッキハマってきちゃった最近。散々やってきた今になってYouTuber の中でもまあまあ仕掛けてる方だもん。今更やめろってのは無理なの。今回ドッキリのターゲット、ペケタンです。おー、ちょっと珍しいんじゃない？ペケってすごいぼーっとしてるじゃん、いつも。すげえリアクション取る方ではないじゃん。逆に新鮮かなと思って。ちょっと怖がりだから彼、うん、そろそろハロウィンじゃん。置いたなぁ。24の秋でそれ感じんの？24の春に比べたら置いたわ。スパンが短いな毎秒置いてる。そうそうだ毎秒若返るやつ怖すぎるだろ。ベンジャミンバトンぐらい。いや、数奇な人生やかましいわよく帰ってくるなぁ、すげえマサイとペケタンに今日なんか仕掛けるみたいなテイストでやろうと思うんですけど、今日 T シャツを汚す企画やるから、うん、あえて白い洋服にしてって言ったのよ。うん、で多分彼白い洋服着て T シャツ着てくるから、ちょっと血に染めたいと。血のり、この血のりを今回使います。あるものにつけます。今回使うものこちらです。こちらチェーンソーです。ただ本物じゃない。びっくりしたもんだね何すんだお前これマジで動くんだね。そう、音はこっから出てます。手元にボタンがあって、これを押すとなります。ここも全然危なくないんですけど、血のりを塗って白い T シャツの彼を切ったら切られたような傷できる。あ、なるほど。どういう反応するのかっていう。はぁ、でもマサイもびっくりするんじゃないのこれ。悪いけどマサイはついでということで一応やってみようか。血のり、チェーンソー、これあったら何着たら怖いかなと思ってこれを用意しました。ピエロ、ペニーワイズ・イットのヨガ、うん、があるんですよ。あれ本当の事件が元となってるらしいんですけど、ジョン・ウェイン・ゲイシーっていう元々いたね、本当にこうピエロの格好して子供をさらって殺しちゃうっていう殺人犯がいたんですよ。それが元となってるらしいんだけど、ピエロってやっぱり怖いじゃないですか。なんかね。じゃあちょっと着てみようこれ。よっしゃ。いやちょっと待て、え、靴下かわいいどこのピエロが豚さんの靴下履いてんの。まあ似合う似合う、結構似合うかも。それ褒めてる。まさに近いな。普通に怖え。後ろ前逆じゃん。逆か。誰が似合うっつったの。ごめん。後ろ前逆で似合うわ。そう、バカにしてる。バカにしてるでしょ。よし、もうやめろ。世界観崩れんだよ。いや、舐めた時の靴下、おい。ブヒン。しばくぞ。豚さんの靴下気になってしょうがない。はい、ちょっとお留守番。これを持つわけなんですけど、ちょっとここに血のり塗りましょう。怖えな、怖え。こっち、いいね、オッケー。うわ、怖っ、怖すぎるんだけど。では、ベランダで待ってていただこうか。怖っ。どうぞ。サイコパス診断。え？いや、いやだな。俺サイコパスじゃん。早いじゃん。早い。サイコパス診断。はい。あなたは頭痛に見舞われています。はい。女性が心配して駆け寄ってきてくれました。ですが、その女性はあなたを殺してしまいました。なぜ？え？心配してくれた。理由がないと殺さないもんな。なんで殺したんだ俺は。急に駆け寄って来られたから怖くて殺したんだ。ほう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 。答え、じゃあ行きましょうか。はい、一般人の答え、はい、うざい、目障りだったから、うん、まあ痛みに耐えかねてる途中なので今来られると困るってことだね、うん、であなたは一般的だってことが分かったので、あなたはどっちかというと被害者的な思想を持ってます。うん。うわー、びっくりした。うわー、びっくりした。うわー、びっくりした。そう何も聞かずに来たけどとりあえずサイコパス診断。サイコパスとは、あの、反社会的正解してはいけないサイコパス診断をやろうと思います。はい。
あなたは頭痛に襲われた激しい痛みで立ってはいられない。そこに一人の女性が近づいてきました。どうやらあなたを心配しているようです。あなたはすぐにその女性を殺しました。なぜですか？指名手配犯だった。え？なんで殺すんだよ。なんで殺したかの理由、自分がその状況になったらってことを考えたわけね。邪魔されたくなかったんじゃない？あ、うざいってこと？うざいってわけじゃないんじゃないか。ああ、なんだろう、目障りなのかな。まあ、じゃうざいじゃん。うざいか、いや本来はありがたいんだよ。けど殺しちゃってるわけじゃん。だからそこは大体分かってるから。え、なんか不安になってくる。不安で？なんで？あれかな、俺が殺したわけじゃねえのかもしれない。え、車来ちゃって引かれちゃったみたいな。違う違う、あなたはすぐその女性を殺した。あ、マジで？あなたの。あ、ちょっと長引いちゃってんだ。いや、多分目障りだったんで。あなたが一般人かサイコパスかどうかをこの答えで分かることができます。一般人の回答、うざかった。おお、目障りだった。うん、じゃあサイコパスなんだよ。サイコパスは悲鳴を聞くと痛みが和らぐ気がする。怖い。トレハすごいんだけど。そういう回答さ。そういう回答。分かった。分かった分かった。分かった。分かった分かった。いろいろあります。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。